こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。さっきのキヤノンの発表を見ました。個人的に久しぶりに、こんなに感動する発表でした。新しい EOS、R1 がやっと事実です。今日キヤノンが新しい EOS R1 を発表しました。そして個人的にすごい感動するレンズ、結構、欲しいなと思ったレンズも発表したので、今日の動画ではちょっとそれの詳細を話すので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして皆さんの、意見も知りたい。新しい EOS R1 についてどう思ってるか、皆さんの意見もきっとキヤノンさんもこの動画見てくれてると思うので、ぜひ教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。では本題に入りましょう。スタート。もし私のチャンネルを初めて見てる人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話、普段アップしてるので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。サブチャンネルもあります。上のカードと下の概要欄に URL 入ってます。ぜひそれもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。で、新しい EOS R1、 ちょっとだけ、こんな形のカメラになります。で、やっぱり 1DXと同じく、あと新しく発表されたニコンの、Z9 みたいな感じでも縦グリップ内蔵になってます。縦横に、両方は普通にグリップ付きで、縦グリップありのカメラ、個人的にそれは非常に、好きです。で、新しい EOS R1 の個人的にこれやばいなと、一番やばいなと思ったところが、ダイナミックレンジが今回はかなり感動しました。30段のダイナミックレンジをキヤノンの、ウェブサイトに載ってます。30段ってどういうことかというと、もうほぼ真っ暗にとってもデータを戻せます。ほぼ真っ白にとっても普通に戻せます。つまり今からの時代でカメラマンは別に多分何にもライティングとか露出の知識とかもなくても結構、いい感じには多分撮れるんじゃないかなと思います。で、キヤノン の, サイトを見てたら、キヤノンの発表にあって、この状態で完全にブラックボックスの状態からちょっとスライダーを動かすだけでもうめっちゃ綺麗な感じの露出を出せるので、これはもう多分この発表で他のカメラメーカーがもうなんかしないと結構、いろいろ存在するのは難しいんじゃないかなと思います。30段の、ダイナミックレンジ、もうカメラ向けるだけでいいです。もうライティングとかなんかもどうでもいい、向けるだけでもう後からもういくらでも何でも、できる感じになってます。で、次の結構これも、個人的に嬉しいなというところが頑丈になります。EOS R5 も個人的に結構頑丈で、 EOS R5 も雨濡らしたりとか、もうバケツで水もかけても全然問題ないぐらい経験あり大丈夫だと思いますけど、 EOS R5 より頑丈で、 1DX の 2.5 倍頑丈なカメラ、 EOS R1 がかなり、すごいです。もう本当に、キヤノンの人が発表でちょっと笑いながらなんか言ってたみたいな感じで、こぎ打っても大丈夫なレベル、それだけ頑丈です。2メートルからセメントに落としても大丈夫です。個人的に今まで自分が 1DX は、1メートルぐらいからセメントに落としたことは3回ほどあるんだけど、それより、頑丈です。 1DX より 2.5 倍頑丈です。そして雨とか、そういう環境ではもう全然良いよ。もう、バケツかけても多分全く問題ない感じです。もう土砂降りとか台風の中で個人的に結構好きな環境での撮影でも、対応できる感じになります。で、他の機能は50段のダイナミックレンジとかはちょっと機械的に無理なんだけど、頑丈なところだけは、おそらく数ヶ月後ぐらいに EOS R5 にまたファームアップで入る可能性が高いです。次は、過去最高の、オートフォーカス、一番速いオートフォーカスになってます。で、
瞳のオートフォーカスはキャノンのは今まででも結構すごい、あソニーより若干上なんだけど、さらに暗いところで撮れるようになります。まあ、さっきの30段のダイナミックレンジの話もあったんだけど、結構、まあ、真っ暗に撮ると何も見えてない感じになるので、そういう環境でも撮れます。でさらに動物の瞳 AF もかなりやばいです。動物の瞳 AF もさらに進化してて、で今まで対応してなかった馬とか、あのそういう動物も問題ないです。さらに、動物 AF が動物瞳 AF が強すぎて、真夜中の目つぶってるコウモリまででも全く問題ないです。こういう作例もあります。結局もモデルじゃなくてもコウモリに持っていかれる、もう動物、AF をオンにすると瞳じゃなあの人物じゃなくて動物にするともう人はどうでもよくなります。もう全部動物に持っていかれる感じになります。これは新しい EOS R1 の、結構感動するスペックです。でそしてレンズ1本も、出ました。私が大好きな去年の12月にこれ絶対買っちゃダメだよみたいな多分動画出したと思うんだけど、 200mm の F2.0 こんな20以上年前のキャノンのレンズなんだけど、未だに多分キャノンのもうトップの方のレンズだと思います。これ非常にもうさっきも普通に桜でこれで撮影していても結構好きなんだけど、新バージョンが RF マウントの 200mm の 2.0 じゃなくて 2.8 じゃなくて 1.0 が出ました。こんな感じの結構でかい、もう今回は大きい、さすがに一人では手持ちで撮影するほどの感じではない。きっと多分2人以上で使ってください。特に出すとき、箱から出すときに1人で怪我するんで、きっと2人でニトリの家具みたいな感じで2人で出してくださいなんだけど、それかまあ三脚で、使うときは三脚で使ってください。ただ 1.0 はどういうことかというと、作例もあります。これが 200mm の、2.0 で撮影している写真です。 2.0 でこんな感じの背景で 2.0 から 1.0 は1段じゃないですよ、2段あります。 2.0 から 1.0 にほぼ同じ環境で撮るともうほぼ背景がどうなってるかもわからない感じになります。これはかなり個人的に感動するレンズです。興味ある人いますか？で、値段言うの忘れたんだけど、まあ、キャノンもソニーに負けるのは多分あんまり好きじゃないと思うので、ソニーの α1 も90万だよね。キャノンの EOS R1 は99万になってます。ちょっといい感じので、個人的にもなんぼでも別に、まあ、買うつもりではいたので、まあ、そんな感じです。で、そのニュースをアップルが見て、iPhone ね、iPhone の iPad を作ってるアップルが、キャノンの R1 のニュースを見て、そして結局、アップルもフルサイズミラーレスカメラの開発を発表しました。それはきっと強烈に激しい戦いになるんじゃないかなと思います。で、この動画はこれで終わりたいと思うんだけど、ちょっと脱線するところが一個あって、ソニーが、ソニーの言語メニューのちょっと進化がありまして、結構文句言ってますよね、ソニーの言語なんで言語メニュー言語ぐらい選ばせてくださいよみたいなこと結構多分言ってます。日本語しかないんで、やっとソニーがもう、ソニーのウェブサイトに今、見てるんだけど、発表があります。発表というかちょっとポストがあって、グローバルな会社として、2021年に言語を選べない言語が選べないなんて、まあ、グローバル会社として恥ずかしいことを、認めます。なので、これからは、言語メニューも選べるようには、するので、今後ともご協力よろしくお願いしますみたいな感じ書いてますので、これからソニーも英語を選ばせてくれるんじゃないかなと思います。ではこの動画ちょっと長くなったかもしれないけど、これで終わりたいと思います。皆さんの、今今日話してた
まあ内容とかは、全部下の概要欄に URL が入ってるので、それのデータ見たい方がいればぜひ下の概要欄の URL 見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。エルコでした。イエイ。